皆さん、おからから作る湯の花をご紹介します。火を、おからは生水分を飛ばすことによってある程度の日持ちをさせることができるんです。水分を飛ばすと、ちょっと濃いめの大量に、これは一合の大豆でこれだけできるんですよ。これに一番3倍の、豆乳ができるってことです。でこれは食物繊維、ね、豊富でタンパク質まだありますからね、言われてるでしょ。実際バランスの強さはパフェそう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 、ね、でこの部分私がよく対応するレーズンですね。でこう網ですね、入っておりますね。あとこうソース普通に持ちるんですけど、これは美味しいんですね。高ちょっと高いですけどね、今ですね。大体量はこんなものです。これを いっぱいにここ入れちゃうんですね。このいちごのおからからこれだけ経済的にほとんど材料が、ね、野菜に火を通すことはないです。ね、重要な野菜に保たなくていいですね。この場合には、今ではということがある。こういうふうに混ぜ合わせの方が出来上がりですよ。これをですね、今ちょっと置いていって、あとこれにね、タッピングするんですよ。タッピング食物繊維がどういうものを期待されますか？ご存知ですか？お分かりですね。これを熱を取って、粗熱を取って、冷蔵すれば、1日に2食分小鉢に1つ取って、10回分は食べられますね。これで、10回分は食べられますね。これで、食材、ディッシュができると思うんですけど、いかがでしょう。